こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は5月に手放したものについてお話しします。ちょっと読み上げます。すごい量なんです。5月にうちが全部うちの中から手放したものですね。机が3つ、本棚4つ、洋服ダンス2つ、スチール棚2つ、そしてテレビが1つですね。そして私の、ものとしては、大皿を10枚、小鉢を10個、それからちょっと形の違う小鉢を2個、鍋1個、スパイスのタッパーですね。インド人からインドのタッパーウェアから買ったスパイスが入っているタッパーでした。それを1個。ヒートテックの下着を3枚、ショーツ2枚、靴下でハイソックスですね、3足。あと、ヘアアイロンはお嫁さんに渡してしまいました。ということで、5月、うちの中から、外に出ていったものがたくさんあります。この中で、ちょっとテレビのことについてお話しします。粗大ゴミでテレビは受け付けてくれませんね。家電リサイクルっていう法律でテレビはリサイクルすることになっていますね。それで、知らなかったんですよ。それでテレビぐらいだったら他の大きなタンスだとかはもうとても自分で運べないから、地域の業者さんに持って行ってもらってお金を支払ったんですけれど、それ以外にテレビだけは後からね手放すことにしたので、自分でこのぐらいだったら粗大ごみに持っていけるかなと思って車で持って行ったんですけど、そしたらテレビはダメだよって言われて、そして聞いたら郵便局でリサイクル券っていうのを購入しなさいというふうに言われたので、まず最初に郵便局に行きました。そしたらテレビのメーカー、インチのサイズ、液晶かブラウン管かとかいろいろ質問されて、で私はそのテレビの型が分からなかったのとメーカーが分からなかったので、その場では買えなくて、で次にそういうものを調べて郵便局に昨日行ってきました。そしてこういう家電リサイクル券っていうんですけど、この書類にいろいろそのテレビのメーカーだとか型番、型番っていうのはね、なんかそのリサイクルの中で液晶でサイズでっていう丸つけるところがあるんですね、メーカーと。でそういうものに丸をつけまして、そして2790円と、あと郵便局の手数料が100いくらだったかな、それを払ってきました。でそのこれを持ってですね、テレビを車に積んで、積んであったんですけど、それでね、山梨県はっていうか私の住んでいるところは中央市の中館っていうところに日通のペリカン便があるんですけど、そこにその家電を受け付けるコーナーがあるんですね。それでちょっとよくわからなかったんですけど入っていって、そしたらこっちの奥まで入って車を止めてくださいって言われて、これを見せて、それであちらの方がテレビを運び出してくれて、それで、はい、OK ですっていうことだったので、割と簡単に、手放すことができました。市や町の粗大ごみに出せない家電っていうのがあるんだなって、なんとなく聞いてたけど、なんか一言のようであんまり知らなかったんですよ。それで、とかいろいろびっくりした今回のことで、これで自分で運び込みました。これね、良い経験だったように思うんです。今までは電気屋さんで、電気製品を買っていたから、前の古い冷蔵庫とかはみんな電気屋さん任せで、お任せして運んでもらってたでしょ。なのでこういうこと知らなかったんですけど、今回次男がテレビを、取り付けてくれたために自分でテレビを処分しなきゃいけなくなったんですね。それでこういうことを体験してこれたのはちょっと良かった、何も知らないより良かったかなと思って、お伝えしました。あとヒートテックの下着を
冬の下着をこう手放したんですけど、もしかしたらこの冬ヒートテックの下着を購入しないかもしれません。なんでかって、なんかかゆくなって背中とか、それで私こうかゆみを我慢できないんですよね。それで夜中とかこうボリボリこうかいてたみたいで、背中に引っかき傷があったんですよ今年の冬。それでなんでこんな背中に引っかき傷があるのかなと思ったけど、やっぱりいろいろな方の、ブログとか見てたら、やっぱヒートテックが肌に合わなくってかゆみが出る人がいるっていうことで、ちょっと夜寝る時も私ヒートテックを着て寝てたので、あ、それかもしれないなと思って、今年はちょっと無印良品で、なんか暖かい下着があるようなので、ちょっとそれを買ってみようかなっていうふうに思っていて、ちょっとヒートテック、特に極暖ってやつで、あれはまあ寒い時に着てたけど、超極暖か、極極超超、とにかく極暖ヒートテックがちょっとかゆ、すごいかゆかったなと思って、もう一つの方はいいのかもしれないけど、まあすごい分厚いやつは着る機会が少なかったし、あれを着るとかゆくなったので、まあ、ちょっと薄いヒートテックもちょっと今年買うかどうかわからないけど、とりあえず、こうずっと冬の間、着回したものは手放しました。下半身に関しては下の方で履くのはね、全然大丈夫なので、下に履くヒートテックは、まあ、新しくまた購入するかもしれませんけど、とにかくヒートテックの下着を捨てました。あとショーツは3枚ぐらいをバンバン回して、ちょっと汚くなったらポイって捨てるっていう風にしています。なのでショーツも捨てました。あと靴下もハイソックスが私好きでっていうか、冬にハイソックスしか履けないっていうかね、スパッツあるじゃないですか。それで私背が高いので、このスパッツの股下がすごい下まで足首のとこまで来ないんですよ。それで普通のソックスだと、その微妙にこのね、ここにこういう風に間が空いちゃうの。それが寒すぎて、なので冬はハイソックスしか履けないんですよ。それでパンツの時にね、なのでまあタイツとかでも太極拳やる時には裸足になったりするので、まあとにかくハイソックスしか履けないんですよ。それでいつもハイソックスを冬場に購入して履いているので、今回はまたそのハイソックスを手放しました。やっぱり少ない枚数でずっと冬の間回してると薄くなるんですね。なのでもうちょっと毛玉みたいなのもついてくるし、すっきりと手放しました。今回5月たくさんのものを手放したけど、これは本当に次男と次男のお嫁さんが来たことで思い切りができました。で、自分一人でとかはなかなかできなかったと思うので、まあ、コメントにそのものをね、手放すのももったいないとかっていうふうに思われるかもしれないけれど、いつか手放すんですよ。私や主人が亡くなった後、この家にをどうするかわからないけど、そうなった時には絶対に手放すわけでしょう。だから今はもったいないって言ってもいつか手放すんだから、ちょっと住んでいる私たちが快適になるように物が減ったのはとっても良かったと思っています。だから今家具を手放すことは、手放す人が多くなってね、このステイホームで、それですごくこのゴミ収集所が混んでいて大変だとかっていう話も聞きますけど、まあちょっとそれはそれでご勘弁っていう感じですね。まあたまたま本当に今回良い機会でした。でもそういうことを、でも子供たちがこう来たり、私たちが元気なうちにはっきりいるのかいらないのかとか、使うのか使わないのかということで手放していくっていうことで、子供たちも納得してうちにあるものの数とか分かっているっていうのはすごい大事なことだと思っています。私たちが、亡くなったり高齢になった時に、よく分かんなくなってから物を手放すっていうのは、難しいのかなと思うので、就活ミニマリストっていう
台をつけたりしてくれたんですけど、次男がやっぱり物の数が、快適な数になって暮らしているっていうのがこれからいいのかなと思って、もう使ってないものはどんどんちょっと手放していって、本当に身軽にこの世を去りたいとか思っているんです。まだちょっと30年ぐらいは元気で生きようと思っているので、ちょっと惜しいものは取っといてもいいんじゃないかなというふうに感じています。ということで今日は5月に手放したものというお話でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。